エルビエホアルマ線はアルゼンチンブエノスアイレスサンテルモ地区にあるタンゲリアエルビエホアルマ線の入り口1969年5月9日に単語歌手のエドムンド・リベロと単語ピアニストのカルロス・ガルシアによって開業となった古い倉庫という意味である建物自体は1778年に建築され1840年に増築された倉庫が1900年に レストランのエルボルガとなったものの、廃業になったものの、改修工事の末、タンゲリアになったもの。店主のエドムンド・リベロの歌唱及び、カルロス・ガルシア楽団の演奏のほかアニバルト・ロイロ楽団も、人時期専属楽団となるなど、有名な単語楽団の生演奏があった。当時新人だったクラシェラス・サーナも、ステージで歌っていた。タンゲリアとしての知名度は高く、 日本のアルゼンチン旅行ガイドにも掲載されていた。1986年、店主だったリベロが死去するが、その後、アルゼンチン国全体の経済状態の悪化が災いとなり、1993年に一旦閉店となる。1996年1月、ルイスベーガが営業再開にこぎつける。現在も全世界の単語愛好家の注目を浴びる。 公式サイト関連日本語サイト、ありがとうございます。